アクセルを倒したか。キーブレードの力、何としても手に入れねばな。ナミネを離せ。お前に勝ち目はない。ナミネ、空の記憶を消せ。そんなことしたら。そうだ、空の心は打ち砕かれる。空の心が壊れちゃうよ。無傷で手に入れたかったがな。時間をかければ私のしもべに作り直せる。やれ、ナミネ。いや、全部私の嘘だったのに、空は許してくれた。なのに心を壊すなんてできるわけない。私はどうなってもいい。空を傷つけるのは絶対に嫌。ならばやるんだ、ナミネ。やっちゃっていい。俺の記憶を消すんだ。空、なんてことを。だってナミネに何かあったら俺守れない。だからやるんだ。記憶を消されたって、心が壊れたって、約束はナミネは必ず守る。俺を信じてくれ。空、記憶なんかなくたってマルシャぐらいやっつけてやるって。そうだ、もし空を忘れても僕たちは忘れないぞ。空の分まで僕たちが覚えておけばいいんだもんね。ああ、みんなの記憶のかけらを集めて新しい思い出を作ればいいんだ。忘れているようだな。ナミネの力で記憶を消されればお前はもう抜け殻だ。感じる心も思う心も失う。あの哀れな偽物のリクのようにな。そいつはどうかな。はぁ、貴様はリク。違う、ただの偽物さ。抜け殻が。全てを失ったはずのお前がなぜ。俺の体も心も偽物だ。なくすものなんて最初から何もなかった。でもなくしたくない記憶はあった。たとえ嘘だったとしてもだ。幻の約束でも構わない。俺はナミネを守るんだ。おれ、嘘から生まれた記憶の鎖で自分の心を縛りつけるのか。心を持つ身でありながら心の自由を捨てるというのか。真実に背を向ける弱い心ならば私の敵ではない。
終わりだ。裁きを受けるのだな。くらえ。癒しよ。よっ。とどめだ。行くぞ。そりゃ。ドナルド、グーニー、そう、行くぞ、君は勇者だな。どうした？その通りだ。ただし、滅ぼされたのは私のダミーに過ぎない。だったらどうした？こいつも偽物か。本物はこの奥に。うん、やっぱりな。すごい力を感じるよ。心が押しつぶされそうだ。でも僕たちなら大丈夫だよ。そうだ、リク、ナミネを頼む。俺でいいのか？悪いか？わかった。